さあ、ということで、このゆらゆらと揺れてる扉に入っていきましょう。ミッドナイトタウンの扉。やあ、工芸品。ミッドナイトタウンに寄っていくかい。ここいらでは、一番素敵な場所さ。でも、カーニバルのところもさ、もう素敵すぎたよね。あれを超えてくるんだろうか。おー、これまた、雰囲気のあるところ。同じキャラクターに2回話しかけた方がいい時もあるよ。終わりました。ありがとうございます。一応ね、ちょっと分けてみたんだけどさ。まあいいか。おー、これこういう音楽めっちゃ好きなんだよね。時間とは一時的なもの。え？金魚？金魚さん？おお、もう座ってる。プレイするのが楽しみだ。誰かになりきるのは楽しいからね。待ちきれないな。やあ、カフード、ようやくゲームを始められるね。さあやろう。なんかできるのかな。普段こういうことはしないんだ。だが他にやることがあるわけじゃない。すまないな。でも君と一緒にいるのは好きだ。ありがとう。一応2回ずつ話しかけてるけど同じっぽいかな。ようこそレッド。その存在を知ってるのは特別な数人だけなんだ。約束するよ、絶対に楽しめるはずだ。あ、ジグさんもいる。なんでそんなとこに立ってんだ。やるのかやらねえのか。いやあ、僕は現実逃避が大好きなんだ。いい友達と一緒ならなおさら価値があるよ。これはなんだ。ハッチは固く閉じられている。開けることができない。え、座るのかな。みんな集まったようだな。さて、準備はいいか。壮大なる冒険へと旅立つ準備は。はい。よーし、それじゃあ雰囲気を出そう。のゲームマスターグリーン、さあ冒険を始めよう。え、何が始まるんだ。なんだろう。 TRPG 的な感じかな。昔々、メダリオンの国で名前を忘れられた村がありました。小さな村には幸せな働き者の村人たちが住み着いていました。しかし湖の向こうの闇の奥深くには雲に届くほどの高さの塔が立っておりました。村人たちは塔の頂上で不思議な光と影が動いているのを見ることができました。塔の上には邪悪な魔法使いがいるのではないかと心配になります。町の人たちは自分たちを不幸な運命から救ってくれるヒーローを期待していました。村の中には悪を打ち消す古代の異物を守る寺院がありました。おお、勇者の剣みたいな。赤の攻撃を打ち返す剣。マジで？マジで？マジで？どうした？くだらない名前だ。かなり表現は秀逸だが、俺もそう思ったけど。邪魔しないで。あれ、大丈夫かな？続くのかな、これ。あ、続いた。雨の夜遅く、偉大なる戦士が神殿に入ってくる。の俺や。戦士？俺かい？偉大なる戦士よ、この剣を取ってください。我々の最も貴重な遺物です。
できるだけ多くの敵を倒して私たちの小さな村を救ってください。この剣を持てばその力を得ることができます。赤の攻撃を打ち返す力を。このパワーがあれば退治できるかもしれない。あれは邪悪な魔法使い。おお。おお。何あれ。ああ窓か。なんか両手にアイロンみたいなやつ持ってるなと思ったけど、窓か。グラー、金を全部よこせ。それか自分の命で払え。偉大な戦士よ、私たちは無力です。この卑怯な盗賊から救って。終わった、頑張る。打ち返す、なるほど。赤を返せるって言ったよね。そういうことか。はいはい。はいはい。これまだ一歩も動いてないけど大丈夫かな。これ倒しちゃっていいのかな。はい、よし、ありがとうございます。あなたは私たちを救ってくれた偉大な戦士よ。やったーやったー、万歳、やったさあ急いで塔に行き邪悪な魔法使いを倒してください。頑張るよ。すごい戦いだ。とりあえず大丈夫かな。よし、多分この先でいいのかな。壁の、あ、いけた。我々の戦士には使命がありました。戦士はその先に待ち受ける恐ろしい試練をほとんど知らなかった。試練があるのか。なんだかもったいないような気がする。もっと大事なことがあるだろう、レッド。なんでレッドがシーフという人の言うことを聞かなきゃいけないの。何を言ってるのかさっぱりわからない。戦士になってくれて嬉しいよ、レッド。ありがとう。お、あ、でもセーブになるね。セーブ牛、セーブ牛。もうセーブしまーす。とりあえず道なりでいいのかな。進んでいこうか。お、いるじゃないですか。こんにちは。いや、レッド、君は邪悪な魔法使いを倒すためのクエストに参加しているそうだな。それは私の目的と合致する。その男は村人たちを長い、とても長い間恐怖に陥れた。赤の攻撃を打ち返す剣を手に入れたんだな。手に入れました。鉄などには頼らん。私の武器は私の拳だ。お、拳で頑張ってください。興味本位でバトルしてみるかい。私たちの中で誰が一番強いかを見るために。君の剣対私の拳、スパーリングをしたいのか。しましょう。よし、真に最強なのは誰なのか見届けようではないか。頑張ります。え、これ攻撃者でいいのかな。まあ、赤来たら攻めるわ。いいねー、かっこいいねー曲。はい、
はい。なんだろう、攻撃手段ができてちょっと楽になった気がするな。赤色に対しては立ち向かってもいいって思えるようになっただけでもだいぶ気持ち的に楽だ。よし、ありがとうございます。うわぁ、印象的な動きだな。ありがとうございます。もっと練習しないと。私が先に邪悪な魔法使いを倒すなら。もう十分だ、十分なんですね。わかりました。では先に行かせていただきます。あ、フランさん助けて。レッド、このゲームは難しすぎる。リスに襲われた。大丈夫かな、手伝ってくれないか。 OK、 本当にありがとう。今度こそ失敗しない。これでいいのかな。待って、なあ、あのリスたちは休まないのか。また手伝ってくれないか。 OK、 何かするのかな。多分ループだよねこれ。とりあえず先に行ってしまおう。ごめんフランさん。ダークナイト、私の縄張りに入る勇気があるのか。あります。誰もこの橋を通すなど命令されたんだ。もし貴様が通るというなら貴様の命が対価になると覚悟するがいい。よし、やるか。仕事が鳴るぜ。後ろ剣が鳴ってる。剣使わねえんだ。でね、一旦考えよう。わあ、しまった、ミスった。はいはいはい。あたしちょっと今剣触れなかったわ。はいはいはい。ちょっと体力多いか。まあでもいけそうだね。OK、 1回あと一発でいけるかな。おお、ありがとうございます。見事な動きだな。ありがとうございます。そういう力を持ったキャラであることを期待している。期待されました。ダイブしたけど大丈夫。道頓堀かなみたいな。戦士は二度もその腕前を証明していた。彼らは強い自信を持っていた。それは必要なことだった。混沌の沼は戦士の矜持への挑戦となるだろう。お、ジグさん、混沌の沼？沼レベルってチンプじゃない？次は何だ？塔の前の下水道か？塔の前の下水道か？めちゃめちゃ食いついてくるじゃないですか。いや、実は混沌の荒れ地。ジグのせいでレベルを変えなくても。いや、いいんだよ。沼レベルがあるというのは冗談だったんだ。
こちらの方がいいしね。へへ。可愛いの？緑の魔法使いさん。ジグさんがちょこちょこ突っ込んでくるっていうか、これもまた面白いね。おやおやおや、何ですかこれは。特に調べられそうにないね。正直言ってこのレベルのグラフィックは非常に見にくいな。本当に未完成みたいだ。まあそれはそれでいいんじゃないですか。行ってみただけだ、もっとマシにしてくれるんだろう。ハードル上げられたな。お、冒険者の仲間の皆さん、こんにちは、こんにちは。沼のために集中して装備集めていましたね。お帽子かぶってますね。灼熱。頑張ります。これどっちだ、上か。結構広そうだよね。あっ、なんだろうこのこのドットな感じの雰囲気に適していないほどいい意味でぬるぬるしてる。全てのアイテムを渡してくれたらね。うわぁ、フラン君なのか。見えなかったよ。これはギアアサルトのメカキャラをカスタムしたもの。このファンタジーゲームはメカがあればもっと簡単だよ。また他のプレイヤーを攻撃することでより多くの戦利品を得られることにも気がついた。これはいくつかのゲームルールを破らなければいけない。ふむ、ルールブックを確認しないといけませんね。またあなたはいいやつを演じるのかい、レッド。ああ、その場合はグリーン、すべてのアイテムを渡せ。さもなくはカオス6の怒りを感じろ。え、6だったよね今、大丈夫だよね。よし、頑張りますか。おお、でかい。赤色来るよね。あ、来てる来てる、大丈夫そうだ。はい。で攻撃したらさ、その先にあるやつもさ崩せるから、結果的にかわすっていうのにもつながるからいいね。はいはい。あら、めちゃめちゃあっさりいけちゃったよ。ありがとうございます。ブル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 、このゲームは難しい。いいやつを演じたら負ける、悪役を演じても負け。プレイヤーが他のプレイヤーを攻撃するルールを見つけた。おう、もう解決したんだな。解決しました。ショーは続けなければならない。失敗は成功のマザーですね。どうだろうね、上進むのかな。ちょっと下見ていいっすか。こっちね、気になります。結局はつながるのかな。ぽいね。よし、次行こうか。さあ行きましょう。ようやくたどり着いた塔のふもとで。
邪悪な魔法使いの隠れ家、あなたは村の不幸な運命を救うことができるでしょうか。お、いよいよか。刺激的な展開になってきてるな。あなたならできるよ、レッド。誰かが勝つチャンスがあるとしたら、それは君だと思うね。邪悪な魔法使いを倒せば勝利。よし、行こうか。我は呪われしセーブポイント 50% 確率、やば。セーブスロットが一つでなくてよかったな。へへへ。一か八かやってみるか。やってみるわ。ここで、でも真面目な話、ゲームはセーブされたからね。ありがとう。この先も幸運になるよ。待て待て待て、ちょっとなんかこれ2パターン用意されてるんじゃないか。ちょっと両方引いてみたいっす。どうなんだろうね。よし、行こうか。そういう演出かもしれないし。邪悪な魔法使い、あなたは長い道のりを歩んできた。武装してるようですね。私を暗殺するために送り込まれたのはあなたが最初ではありません。ラスタビースト、違いますか。おお、捕まっとる。村人は理解できないことを恐れているだけです。邪悪な魔法使いの言葉に耳を傾けるな、レッド。黙りなさい、ラスター。ラスターって言われてる。このようなことに関わってる時間はないのに英雄が邪魔をしてくる。あなたの死がいい見せしめになるでしょう。私を邪魔する者のために。よし、頑張りますか。さあ、どうくる。わかりやすいけど、結構連続で攻撃ボタンを押しても良さそうだね。めちゃめちゃむずいなこれ。あなたは悪と戦ってると思っていますか。わからんです。自分のことしか考えていない。私が神の人柱だ。うわー、ちょっとテンポ変わった今。しまったな。面白いことしてくれるじゃないの。お、ラストビーストさん、卑怯だ。2対1だ。やれやれ、金属製のバケツをかぶった木の人形にやられるとは。金属製のバケツ。いつか私は復讐をするだろう。うん、倒したのか。ありがとう、ラストさん。助かったぞ、レッド。こちらこそ。君がいなければ私はやり遂げることができなかった。村に戻って朗報を伝えよう。
クエストが終わった今。おおいい感じになっとる。レッドとラスタビーストは輝かしい夕日を背に村に戻ってきた。彼らは邪悪な魔法使いを倒したことにより英雄として歓迎された。パーティーや帰ってパーティーや。フランはパン屋を開きスライミーマフィンを販売したこれみんな何してるかみたいな、そういうあれか。これはかなりの成功を収めた。おお、おめでとうございます。いや、ジグさん気になる。ジグはタワーを自分の家にすることにしたなんからしいっちゃらしいけど、ジグはそこで幸せに暮らした。少なくともかなりの長い間は。ノスフェラッチは、待って、全然ゲームに参加していなかったの？キノコの一人としてロールプレイをしたかったんです。なるほど。ノーズフェラッチは自分の過去の起源を探すという実りのない探求を続けた。本当だ、よく見るとあれはノーズフェラッチさんだ。おしまい面白かった、よかったっす。それでどう思う？いいセッションだったよ、緑の魔法使い。よかったです。もっとマシなのがあったろ。僕も楽しいんだよ。ちょっと難しかったけどね。これで終わりってことかな。いや待て、レッド、メダリオンの地を救った君の多大なる努力を称え。おーね、このゲームでもらえるんだ、やった。この壮大な冒険の思い出として木製の記念品を贈ろう。ありがとうございます。そりゃすげえな、そいつはすげえや。きっと重宝すると思います。いいんですか、ありがとうございます。やった。普通にさ、これミニゲーム遊ぶだけかなって思ってたんだけど、完全にストーリーと関係しているっぽい場所だね。めちゃめちゃ楽しかったっす。ということで3つ目だね。よし、動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。